悪いね。病人のいるところ、遅くに押しかけてさ。いえ、大丈夫です。主人も風花も、たった今寝たところですから。さっき、君吉の本家に行ったら、篠さんはこっちだって聞いてね。大岡にも、早いところ知らせておきたかったし、ちょうどいいかなって。あまり、いい話ではなさそうね。ああ。漁師様から正式にお呼びがかかって、お屋敷に出頭したおじきが、さっき戻ってきた。簡単に言えば、鬼の薬はこの国全体の千倍になることが決まったらしい。それでは、出来上がった薬を全部お上が買い上げるということですか？いや、もっと悪い。それは？両者様直々の申し渡し書だ。薬の製作者は、鬼の薬の処方箋、つまり、薬の原料と調合法を記した指南書を提出しろ。ってさ。え？そんな。あの、お母様、どういうことですか？提出するものが薬と処方箋とでは、何かが違ってくるのでしょうか。薬を納めるだけなら、原料の採取と調合はこの鬼ヶ淵村、もっと言えばあなた大岡しかできない現状を維持できる。でも処方箋を渡せば、あなた以外の人も鬼の薬を作ることができるようになってしまう。大違いよ。それに、何か問題が？何かって、大岡はそれでいいのかよ。あんたが苦労して見つけてきた薬の処方が、ほとんど二束三毛で他人のものになっちまうんだぞ。あ、そうか。あの薬はあんたが作ったんだろ。だったら少しくらい処方に費やした努力の報酬をよこせって言っても罰は当たらないのにさ。努力と言われても、私はお社様の信託を受けてこの薬の作り方を教えていただいただけですから、私が何かをもらういわれはありませんよ。まあそういう無欲なのが大岡のいいところなんだけどね。それでも、あなたが神のお告げを聞いたおかげで、病に苦しむたくさんの人が救われた。それは事実なんだから、存分に誇ってもいいのよ。はあ。まあそれはいいとして、とりあえず漁師様はその処方箋と引き換えに今年の年貢の免除と、困窮状態の村人たちのために食料などの支援を行ってくれるそうだ。ただし鬼の薬に関しての管理は全て漁師様のものとなり、私たちは毎年一定量の薬を買い上げてもらうことになる。確かに村としての収益は増えるし、悪い条件ではないだろう。だけど処方箋を渡すとなると、この先事情が変わってこないとも限らない。そうね。鬼ヶ淵村以外の原料を使って
どのクス氏でも調合が可能となれば、この村にわざわざ頼まなくても別の場所から仕入れることができる。そうなると当然領主様に専売品として買い上げられる際、額は安く叩かれることになる。この額で納得がいかないのなら、よその場所で仕入れるとでも言われて、そんなところでしょう。そして専売となると、私たちで自由に売りさばくこともできなくなる。もちろん桜花が今やっているような無料で配布なんてご法度だ。そして毎年一定量の納入義務があるから、桜花以外にも調合を手伝う人手が必要。明るい未来というわけにはいかないだろうね。やっぱり間違いだったんだろうか。その申し渡し書に再検討をお願いする余地はないこともないと思う。私の勝手な想像だけど、領主様は状況を正確に理解していないようだ。模倣が簡単にできるようならすぐにでも実施に移すつもりらしいけどね。でももし原料の採集と製作に手間と技術、そして知識が必要だったら、準備期間や条件はもう少し有利にできるかもしれない。全ては桜花の処方箋の内容次第だ。いずれにせよ、処方箋の提出は絶対条件なのですね。桜花。桜花は夢の中でお社様から処方についてお告げをもらって、あの薬を調合したって言ってたよな。それ本当なのかい？ええ、本当です。真央さん、ひょっとしてあなた、桜花が嘘をついているとでも？まさか。私は桜花を全面的に信じているし、そもそもこの子が嘘を言うなんて、お天道様が西から昇る以上にありえないっての。だけどもしそうだとしたら、処方箋をあんた以外の人間に教えると何か問題は起こらないだろうか。例えばお社様のたたりとか、そんなのか。たたりですか？あなたはどう思う？私は、そうですね。分かってください、桜花。過ぎたる技術や得意な恵みはかえって無用な争いを呼び、不幸の元ともなりかねない。村人すべてを本当の意味で救うというのならば、その先のことまで考えを巡らせなくてはいけないのです。ただこの病をこの村から追い出しただけで済む話ではないのです。無理だ、絶対断られる。
少し時間をもらえますか？どうしてこんなことになってしまったのだろう。いいですよ。え？教えることについては私に特に依存はありません。少々時間がかかってしまいますが、手順通りに行えばあなたたちの技術でもおそらく調合は可能でしょう。本当に？この薬を世に出した時点で、すでに覚悟していたことです。それに、別に私が明かさなくても、知識のある人間が薬自体を調べれば、いずれ中身を解析できるでしょう。それが遅いか早いかの違いだけですよ。よかった。ありがとう、ハニュー。しかし、オーカ、それで本当にいいのですか？え？この薬を飲めば、この地はおろか、全国で蔓延している例の疫病をすべて治癒させることができます。それで、本当に大丈夫なのですか？ええ、もちろんよ。より多くの人が救われるのなら、素晴らしいことじゃないの。やはり、あなたは人の悪意をよく理解していませんね。その薬があれば助かる。しかし、なければ死ぬ。その生き死にがかかった状況下で薬を売りさばけば、どのような事態になると思いますか？過ぎたるものを世に広めれば、それをめぐって欲望と思惑、そして衝突と争いが生まれます。人を救うものであったはずなのに、それが逆に人を苦しめるものへと変わることも十分あり得る。その危険を理解した上で、あなたはその責任を背負うことができますか？私は王家が村人たちを救いたいという願いを叶えるつもりで、この薬をあなたに渡した。そしてあなたは願い通り、この村を救った。それで十分だったはずです。なのに、その規模は拡大して、あなたの意志など届かないところにまで達している。違いますか？違わないわ。私の今やろうとしていることは、薬で人を救うことじゃない。その薬でこの村を潤すこと。最初の目的とは明らかに違っているし、そもそも命の救済に対価をつけるなんてことは、医薬に身を置く立場でもない私が行うのは僭越で傲慢な行いよ。わかっているの。それくらいは。
それどころか、もっと違う意味での不幸を招き入れる種を生み出しているだけかもしれない。あなたの言う通りよ。この薬は、たくさんの人を救ってくれた。でも、それが誰かに、横島な思いを抱かせることになるなんて、考えもしなかった。大河。死のも死のだ。何のための母か。大河。この村を出ましょう。もう、それが一番だと思います。え？あなたがこの村にいる限り、鬼の薬を求める声は収まらない。逆に言えば、あなたさえいなくなれば、この村は元通りになるのです。私は、分かっています。今までにもあなたと話してきた私だから、村を捨てたくない気持ちはよく分かっています。ですが、あなたがいることで、あなたの愛した人々が傷つくというのなら、あなたはここにいるべきではない。あなたが不幸せの原因を作っているのだとしたら、あなたもきっと幸せだとは感じられないのではありませんか？それに、出ていくと言っても、村を捨てるという意味ではありません。騒動が収まって、すべてが片付いたらまた、戻ってくればいいだけの話です。それまではどこかに身を潜め、あなた自身も傷ついた心を休めて、癒してはいかがでしょう。搬入。安心してください。あなたと夫、そして娘。三人が平和に暮らしてゆけるだけの環境は、私がこの身に変えても守ってみせます。誓ってもいいです。そして、あなたたち家族が、鬼ヶ淵村に戻るその時まで、私はあなたのことを、ずっと見届けましょう。どうですか、大河。ごめんなさい。羽生。え？少しだけ。ええ、少しだけでいい。考える時間をもらえるかしら。
王か。あなたの言うこと、とてもその通りだと思う。でも、まだその決意を固めるだけの勇気が、私にはない。だから、もう少しだけ、心の整理をさせてもらってもいい？わかりました。それでは私は今求められている分の薬だけでも作っておきましょう。明日の昼頃には出来上がるので神社に持っていきますね。ええ、ありがとう。それじゃあ。よいしょっと。それにしても、なんだろう。それじゃあ真央さん、そちらはよろしく頼むわね。ああ、おじきには漁師様に薬の話をしばらく待ってくれって説得してくれるよう頭下げてみるよ。千倍とか処方箋とかの話なら私たちも飲むことができたのだけどね。例の話だけは絶対に承知するわけにはいかないから。だよな。例の話？にしても冗談じゃないよ。相手の国が疫病で苦しんでいるところにつけ込んで鬼の薬を取引材料に使おうなんてさ、大岡が聞いたらそっとして倒れちまうよ。そうね。人を救うのならともかく、相手を脅して言うことを聞かせる手伝いなんて、あの子には絶対させられないわ。まして戦の道具になんて冗談じゃない。納得させられるかは微妙だけどね。それでおしのさんは？万一に備えて隣の村に掛け合ってみようと思うの。あそこの倉庫には疫病が再発した時のための予備が残してあったから、最悪の場合はそれを収めるようにする。少なくとも桜花の耳には今回の話は入れたくない。私たちで何とか対処しましょう。ああ、そっちはよろしく。それじゃあ。やはり、もう一度桜花を説得しよう。
巫女様、どうですか？答える気になりましたか？聞こえてるのかよ、おい。だんまりかよ。意外にしぶといよな。いいのか。これだけ攻めたら、かえって口を聞かなくなるんじゃないか。大丈夫だろ？旦那は死んじまったけど、まだ娘は生きてるしな。弱ったところで連れ出せば、さすがに黙ってられないさ。生きてる、ねえ。確かに、息さえしてれば生きてることになるがな。あなたたち、まさか。ああ。別に殺したわけじゃありませんよ。今で揉み合っていたら、勝手に血を吐いてくたばっちまっただけなんですから。ま、娘さんは無事ですし、もっとも、あんまりピーピー泣いてうるさいんで、蹴飛ばしてやったら、動かなくなっちゃいましたけどね。そんな、なあ、本当に大丈夫なのかよ。仮にもお社様の巫女にこんなことして。いいんだよ。こいつらは鬼に魂を売った奴らなんだから。むしろ俺たちは鬼退治をした正義の使ってことになるかな。それよりも、本当にあるんだろうな、お宝。殿様も軍勢を構えてきた以上、行って何も見つかりませんでしただと、俺たちの命が危ないぞ。ああ、平気平気。巫女さんの後をつけて、ちゃんと確かめてきたからな。どうやらあのお社様の泉、鬼ヶ淵に秘密があるみたいだぜ。ま、それでなくともこの前の薬があれば、また大儲けできるって。しかしこの巫女さんも人がいいよな。ちょっと調子悪いふりしてたら薬をタダでくれるんだもの。それを隣村の病人に高値で売りつけて、こちとら大助かりってか。今こいつらなんて。ま、当てが外れた分稼がせてもらわないとな。みこしに乗せておだてておけば少しは恩恵に預かれるかと思ってたんだが。みこし、おだてて、だと？バカみたいにみんな仲良くなんて繰り返して、まあご立派なお考えだことで。もっとも、俺たちは他の連中がどうなろうと知ったこっちゃないがね。そうだそうだ、あいつらとは俺たちは違うんだ。なぜ俺たちには。鬼が味方してるんだからな。誰が
味方だと。こんな奴らのためにこんな妄埋で臆病で下劣で恥知らずで傲慢で嘘つきで野蛮で最低な醜い汚い儚いゴミ生物のために、私は、私と王家は、王家は、おい、どうし、鬼だ！鬼が出た！貴様らが、助けて！貴様らが王家を、私の王家を！いやあ！死ね、貴様らに生きる資格など私が認めない。貴様らに生きる権利など私が与えない。死ね、人間どもよ。死ね、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 来るな！残りはあと何人だ。
鬼が、鬼が出た。結局、私は鬼か。怪我は大丈夫なのですか？王か。
ません。主の血は、諸刃の剣、体の硬質化を、妨げてしまうから、だったわよね。ほうか、それは。もう一つ、あなたの体を守る結界も、同じこと。ふわー何なのです、ホーカホーカ、なぜなのです、なぜ私に剣をおかしいでしょう、変でしょう、私はオーカのことが大好きだった。あなたの願いは何でも聞いてきた。無茶なことさえも。あなたが危ない目に遭うと分かったときは、力になりたいと言った。本気で思った。それなのに、なのに、なぜ？人は、人はね、鬼と住むことはできないの。夢を見たわ。あなたと私の家族と楽しく過ごす夢。娘もきっとあなたのことを大好きになると思った。だって私があなたのこと大好きだったから。あなたはあんな奴らをかばうのです。奴らはあなたを騙した。それどころかつけ込んで利用しようとした。それだけで万死、生きるに値しない。しかも奴らはあなたとあなたの家族を殺されて当然なんだ。奴らは私と桜花の思いを、時間をめちゃめちゃにして、生きていても益はない、最低最悪の生き物だ。いや、生き物と同列に扱うことすらおぞましい。害を吐き散らかして、この世のありとあらゆるものを食い散らかして、蝕むゴミだ。そうでしょ、オーカ。そうよ。でもね、羽生。私も、その最低最悪の生き物なの、ゴミなのです。母様。違う。桜花は私の。違わない。そして、この惨劇を生んだのは、紛れもない私。私が母様に、無理なお願いをしてしまったから、母様を、頼ってしまったから。そんなの！
裁かれるべきは私、そしてこの村への最悪を守るため、この命を投げ出すのがフルデの家に生まれた者の定め。なんでそうなるのですか、オオカ。だから